Hey guys, マキラチャンネル。皆様本日もポチッとありがとうございます。ということで、皆様お待たせしました。本当に長くお待たせしました。動画のアップが大変遅くなってしまい、申し訳ございません。はい。まあ、というのもですね、理由としましては、まあ、もちろん産後育児でバタバタしていたというのもあるんですけども、引っ越しをしまして、はい、引っ越しをしたのもあり、ネット工事もあり、まあ、生徒荷造り、荷ほどきから、まあね、座骨神経痛だったり、帝王切開した後だったので、もういろいろバタ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 しており、SNS の更新もままならず、体力も回復もそんなにせずってことで、もうめちゃくちゃ遅くなってしまいました。すみません。でも皆さんにこうしてまた動画を通してですけど、お会いすることができて、今は気分、超最高です。てな感じでですね、もうこんな感じでもうオタクグッズもですね、推し活、はい、もうまたこれもね綺麗に並べまして、やっと落ち着いたところであります。動画もね撮影しようと思うんですけども、赤ちゃんがこう泣いたりとか、あとは自分の体力もう眠かったり、撮影する気力がなかったりとかしてね、全然撮ることができなかったんですけど、ここまで来ました。はい、ということで、遅くなってすみませんというね、ことと、あともう一つね、謝罪したいことがあるんですけど、出産の動画上げさせていただいたんですけど、今一旦非公開にしております。というのもですね、産院の方からそれで動画を撮って SNS に上げることは許可はいただいているんですけども、産院の名前を出していけないというルールだったんですけども、私の編集ミスにより名前が出てしまっていたんですね。申し訳ないです。はい、ちょっと編集のねミスがありまして、もうね本当すみません。なので一旦非公開にさせていただいております。しっかりとモザイクとか編集させていただいたら、また再アップしようかなというところでございます。はい、ネットもつながってなかったりとか、自分も編集する気力もなかったので、すぐに消せとか非公開にしろとかね、本当に優しい本当素敵な産園さんなので、おっしゃらなかったんですけども、自分の方でやっぱりね、それはルールに反してしまったので、すぐに非公開にさせていただいております。はい、なので動画が急に非公開になって心配の声とかもいただいたんですけども、そういった理由ですので、皆さんご迷惑をおかけしてすみません。はい、という2点ですかね、をちょっと謝罪させていただきたいなと思います。はい、ということで、これから上げていく動画で、ちょっといつ定期的に動画を上げることができない、なかなか編集も全部字幕にすることがちょっとね、ね、育児とやっていく、赤ちゃん寝ている間に編集って感じなので、ちょっと自分の体力が持つ限り続けていきたい、ね、上げられる、なるべく頻度よく上げていきたい気持ちあるんですけども、ちょっとマイペースに無理しすぎず上げていきたいと思います。これから上げていく動画はもう前もって撮っている動画があったりとかを先に、難しいな説明が、なんていうの、前に撮ってる、これより前に撮ってる動画を上げていくので、時差、時系列がちょっとバラバラになってしまうところはあると思うんですけども、上げていきたいと思います。え、伝わる？やばい、久々にさ喋ったから、もうなんかさ、実はこれさ、もう4テイク目なの。4テイク目、うまく喋れなさすぎて、まず Hey guys、つまきれチャンネルから挨拶から、いやもうこの挨拶変えようかな、私ゆり子様って名前で TikTok とかやってるから、やっぱゆり子様有名にしたいんですよ。だからゆり子様にしようかなとか思って、あなた何様、ゆり子様とか言っちゃったんだけど、ちょっとなんか恥ずかしくなっちゃって挨拶変えるの恥ずかしいねっていう感じで、ずっとなんかもうオープニングから取りまくっている次第で、ちょっとなかなか慣れないよ、一人で喋ってるのって感じで、もう皆さんに超喋りたいことが本当あるんですよ。もう帝王切開の話とか、術後の時の話とか、もうめちゃめちゃ喋りたいことがあるので、本当に時間を見て動画上げてくるので、見てほしいです、これからも。って感じで、本日の動画は一旦ここまでとさせていただくんですけども、はい、皆様これからもどうぞ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 、この育児とかも本当初心者もので、本当なんか何やってんだってご注意とかいただいちゃうかもしれないんですけども、日々私なりに家事育児
やば、赤ちゃん泣いちゃった。皆さん今日はここまで。本日も動画見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。さっき寝かしつけたばっかりなのに。バイバイ。はい、今行きます。